悪魔に見入られたさな。兄の機転で魔女からは助かる。狂気の襲来、父のソバアタックで2度目の危機回避。運よく生き延びる。転校初日、最強が襲いかかる。グランドクロスアタック、兄の最強の技に聖一郎もひるむ。さなくレオに未来は残されているのか。八木紀弘先生のエンジェル伝説13巻からの紹介でした。読んでみてね。興味があればチャンネル見てくださいね。ちょこっと漫画チャンネルでした。またね。